松田一家のドアはいつも開けっぱなし。皆さんこんにちは。私たちミニミニギャングです。このラジオは松田一家に集まるアーティストが週替わりでお送りしています。はい、というわけでまずは自己紹介いってみましょう。まずはみなちゃん。はい、のんびりおっとりしっかりふわふわキューティクルヘアのみなです。みなちゃんです。はい、次は私。3人の中で一番ちっちゃいけどとっても食いしん坊、もぐもぐ、甘いもの大好き、リカです。リカちゃんです。そして最後に、見た目はしっかり、中身はうっかり、その通り、ドジのイクエです。イクエちゃんです。以上、平均身長145センチ、ミニミニギャングがお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまずはこのコーナー、亀戸おすすめモニュメント。はい、今回もおすすめモニュメントをご紹介します。では今回はみなちゃん、よろしく。はい、今回もおすすめするモニュメントはですね、亀戸駅東口を降りて緑道公園をまっすぐ進んだところにあります、立川人道橋にある車輪のモニュメントです。何の車輪かと言いますと、路面電車の車輪なんです。ん、ね、2人とも路面電車見たことある？あるけど、うん、東京の大塚駅で走ってるんだよね。あれを見たくらいかな、うん、私、うんうん、あのね、私は博多とか函館とかの路面電車乗ったことある。すごいね、うん、ゆかちゃん関東じゃなくて、そうそう、そう、もう南、そう、北と南も両行ってきたんだ。すごいですね、うん、はい、なんか街の中を電車が走ってる風景、まあ、電車って言っても普通の電車じゃないからね、うん、なんか新百景だなと思うんですよね、うん、ちなみに亀戸の路面電車は昭和47年まで走ってたそうです、うん、その使ってた車輪がそこにドーンと建てられてるんですね。あと路面電車が走っていたレールの跡がその付近にはまだ残されています、うん、きっとマニアにはたまらないスポットだと思います、うん、はい、ちなみにミニギャンが MC をしています亀戸おすすめスポットの第1回目の放送でさらにお楽しみいただけますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、みなちゃんありがとう。はい、はい、ということで10月ですが、うん、10月といえば今や日本人が一番そわそわしていると言っても過言ではないという季節になりました。そわそわ、どうして、そわ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 、あれだ、うん、みなちゃんあれだよ、さあさあ、いたずらか、うん、お菓子どっちがいいですかっていう、あれを選択を迫るあれだよ。あれか、ハロウィンだね。さあさあ、ハロウィン、ハロウィン、うん、そう、ハロウィンで間違いないんだけど、うん、ね、郁恵ちゃんが好きないたずらとか、うん、私が好きなお菓子が食べられるとかじゃないの、今の日本のハロウィンは、うん、いたずらじゃない、うん、お菓子でもないの、うん、おー、そうか、あ、そうだね、うん、聞いたことある。ここ数年ね、クリスマスとかバレンタインよりもこう経済効果があるって言われる一大イベントなんだっけ、うん、そうなんです、うんうん、もうそしてね、なんといってもね、仮装ができるの、うんうん、ね、そんなもうね、うん、非日常的なことができるから、もう普段おとなしい人でもね変身できちゃうっていう、うん、ね、素敵な日なんです。すごいな。じゃあみんなはお皿になりたいな。お皿、お皿、お皿、うん、お皿、みんなちゃん、ディッシュ or プレ、プレート、ディッシュ、ディッシュ、ディッシュ、イエス。どうしてかっていうと、うん、お皿はお料理を美しく美味しく見せてくれる、うん、お皿の柄によっても見え方が変わるし、うん、お皿を繰り返し使うと愛着が湧いてくるんだよ。あ、ワクワク、うん、なんかそのお皿になってみたいなって思ったな。なるほど、うん、これはみなちゃんにしか出ない答えだね。みなちゃんらしい回答だね。じゃあ私はそのお皿に乗ってるお料理になりたい。お、リカちゃん本気か、うん、リカちゃん、うんうん、みなちゃんの上に乗るっていうことだよ、リカちゃん、うん、あ、うん、いいや、え、ダメ、ダメじゃん、だっておんぶしてもらう、おんぶの姿勢になっちゃったり、ごめんごめんごめん、じゃあそういう意味じゃないの、そういう意味じゃなくて、うん、ただ単に普通にのお料理がいいなって意味、うちおんぶとかそういうわけじゃない、ごめん、みなちゃん、そっか、でもさ、お料理ってリカちゃん食べられちゃうんだよ、あ、そうだ、お別れなんだよ、そんな二度と会えないんだよ、言い方違う、だから違うの、だからね、普段ね、食べ物さんはどんな気持ちなのかなって、うん、
あ、そうそう、あのだから例えばあの一日店長じゃないけど、あの一日体験してみて、うん、食べ物さんの気持ちになってみるの、うん、ね、そしたらもっと大切に食べることができるかもしれない、うん、でしょ、その気持ち大事だね。あ、そうそうそう、じゃあお皿で料理だから、うん、じゃあ私フォークかな、フォークフォー ク, ォーク食べる道具がないと ね、 そうね、そリカちゃんを皆様のお口にお運びしますんで、うん、リカちゃんそこでちょっと止まってて、やめて、刺すから、やめて、おとなしくしていってください、やめて、怖い、やめて、やめて、でもリカちゃん、うん、食べられないと報われないよ。あ、そっか、うん、じゃあ食べられる、食べられる、うん、あ、それじゃあリカちゃんが決意したところで、うん、あ、仮装してる人たちって、うん、どこに行くの、どこに、原宿とかかな、そうだね、あと USJ じゃない、あ、そうだね、あ、楽しそう、ね、あとあれだ、うん、渋谷とかさ、六本木とかね、あ、ってるね、そうそうそう、渋谷といえばあれだね、うん、DJ ポリスさん、あ、いる、私も大変そうですね、うん、そうだね、もうあのね、うん、あのユーモアのあるおまわりさんいるんだなってほんとびっくりした、うん、うん、DJ ポリスさんはどんなこと言ってるの、うん、あのね、あのワールドカップが開催された時に、うん、皆さん警察からのイエローカードを受け取らないようにお願いしますとか、こう、うん、真面目なおまわりさんこんなこと言うんだなって、ね、驚いた思いがある、うん、なるほど、確かに受け取っちゃまずい ね、 ね、おまわりさんはね、地域の安全を見守りながら日本の勝利も見守ってたんだね、うん、みなちゃんいいこと言うね、うんうん、そんな大にぎわいのスクランブル交差点でリカちゃんが一人で歩いたらどうなるのかやってみたい、なになに、それやだ、やらない、やってみたい、やってみたいな、それきっとね、リカちゃんが見えなくなっちゃうから、よくテレビであるあの矢印表示をしないと、あ、なんとかマップのあの矢印、ね、ここって、やめて、やめて、うん、やんないと、うん、多分ピンポンパンポンをしてもみんながハッピーハッピー、周りが騒いでるからね、ピンポンパンポン聞こえないと思うんだよね、そうそうそう、あ、リカちゃんバイバイ、あ、バイ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 、なんか今日さ、バイバイ、なんかいい、なんか冷たいよね、ゆくえちゃん、ブルフィアスいたからね、まあ、そう、もうでも負けない負けない負けない、逆にあれ、リカちゃんが私とミナちゃんをね、うん、見つけてくれればいいだけで話してよ、うん、私上に長いでしょ、うん、あ、そうだから、ミナちゃんは丸いし大きいし白いし、そうだよね、ゆくえちゃんフォークだし、みなちゃんお皿だからね、そうですよ、みなちゃんにね、うん、見つけたはと思って声かけるときは前からちゃんと声かけるんだよ、リカちゃん、なんでどうしてどうして、後ろからだとみな、うん、ちゃんって言うとはーいって、リカちゃんボンってあの縁で、あ、お皿の縁でね、そうか、行っちゃうからか、あ、そうか、みなちゃんお皿、そうだよね、よ、え、ちなみにさ、そのみなちゃんのお皿ってお料理を乗せる面はお空を向いてるの、うん、ほんとね、お空じゃなくて正面、うん、あ、正面が、うん、あ、じゃあそうだね、気をつけないとだね、本当だ、うん、じゃあ、あの目印にはやっぱみなちゃんかな、みなちゃん集合で、はい、はい、体勢の体勢体勢体操の体型に開け、わーいわーいわーい、はい、リカちゃんはぐれたわ、はぐれたところで、あ、私のコーナー行こうかな、はぐれたところで、あれ、いくえの気になる気、このコーナーはディッシュミナとフォークイクエが疑問に思ったことをディッシュカッションするコーナーです。ディッシュカッションじゃないでしょ、ディスカッションでしょ、おー、ワッフルリカ、おかえりワッフルリカ、あ、私ワッフルなんだ、そうなんですということで今回はディッシュミナにインスパイアされてオリンピックについて話し合いたいと思います。お、え、どうしてお皿からオリンピック、お、リカちゃん、うん、みなちゃんを見て、はい、丸いでしょ、丸いね、オリンピックで丸いと言ったら、お、なんだ、メダルじゃないですか、お、メダル丸いよ、なるほど、さすがフォークイク、さすが、ありがとう、ね、ちなみにですね、メダルが授与された初めのオリンピックはですね、うん、近代オリンピックになってからですが、うん、近代オリンピック2回目のパリ大会で金銀銅のメダルが授与されました。うーん、第1回目ではですね、うんうん、大人の事情によりちょっと金メダルが用意できなかったもので、うん、1位が銀、2位が銅、3位が賞状ということになりました。あ、そうなの、え、あ、そこ大人の事情でね、初めからですからいろいろあったのね、はい、ということで、うん、オリンピックのこんな疑問、リオオリンピックの参加国はいくつあるの、うん、いくつあると思います、いくつだったっけ、うん、あの開会式見てたんだけど、なんかもうすっごいたくさんの国が入場してたのね、うん、見てたの、うん、かんない、だからまあ100くらいかな、うん、参加国でしょ、うん、うん、実際には150カ国ぐらいかな、あ、2人とも、うん、ファイナルアンサーですか、ファイナルアンサーです、残念、あ、違う、正解は205カ国です。あ、え、そうなの、だってあの確か世界の国って190くらいしかないのに、え、どうして205かな、リカちゃん、
ティカちゃん賢いね。だって客ちゃんだったし、ちょっとその賢い感じちょっと置いといて、ミナちゃんは何だと思う？あれだよ、だからの、うんうん、ざっくり数えたんだよ。ざっくり数えた、うん、なるほど。で本当は205カ国以上あるんじゃないって、国が実は190じゃないのか。なるほど、なるほど。私は間違ってた、すいません。違うんですね。違うね、違うのよ。違うのね、よかった。そっか、じゃあゆくちゃん早く早く答え教えて、はい、お答えするんで、こっちのフリップをご覧いただいてね、はい、ゆくちゃん何言ってんの、はい、こちらのフリップ、ラジオですよ。あ、皆さんにはこの日本地図が見えないですか？日本地図あります。心の地図を開きましょう。じゃあなんとなく日本地図を頭に浮かべてください。はい、お願いします。例えばですね、日本は都道府県、りかちゃんいくつありますか？47です。正解です、はい、ということは、うん、各所こう代表を出したら47人ですよ ね、うん、そうね。うん、でも、ま、これが甲子園だとします、うん、甲子園だけどここ、ま、見えないんですけどね、皆さん、東京とこの北海道は2校ずつ出場しています。そうなんです、はい、これなんですね。高校がね、東京と北海道いっぱいあるんで、じゃあ2校出てもいいですよということでなったのです。これがね、190ちょっとのね、独立国家の数と、うんうん、オリンピックの参加国の数が合わない理由なんです。あ、そっか。あ、フォークいくよ、ありがとう。どうだ？あ、そっか。あ、じゃあ、まあ、世界は190で合ってるね、まず。あ、そうなんだ。でもさ、なんか、ほとんどの国が、なんかもう一緒に一つのことを頑張るって、すごいね。そうだよね。そんな大会が今度日本で行われるなんて、ほんと感動する。そうだね。世界に誇れる日本であるために、みんな街をきれいにしなきゃね。うん、そうね、みなちゃん。私も頑張る、うんうん、皆さんハロウィンの時もね、ポイ捨てダメですよ。そうです、OK にね、ゴミはないないして持ち帰ってくださいね、うん、ということで次の疑問、参加競技っていくつあるの、うん、今回数字ばっかりの疑問なんですけれども、じゃあ今度はみなちゃんに聞いてみましょう、うん、何個くらい競技あると思いますか？うん、50競技くらいかな。50くらい競技、うん、じゃあリカちゃんは、20くらいかな。お、分かんない。ファイナルアンサー、分かんない、もういい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、分かんない、ないリカちゃん今日惜しいんだよ。そうなの？本当？正解はですね、28競技、306種目だから、リカちゃんの20って大体合ってたの。大体合ってた。でもなんだって306、306どういうこと？そう、これ今日はリカちゃん冴えてるから分かるんだね。分かった分かった。はい、どうぞ。例えばさ、あれ柔道とかってさ、何キロ級とかたくさんあるじゃん。それがたくさん集まったのが、その一つの競技に対して種目がいっぱいあるってことじゃない？そう、リカちゃん冴えてる、大正解。あとでね、フォークで作ったメダルあげます。メダル、フォークのメダル。はい、ということでオリンピックのことを少しは詳しくなれたでしょうか。はい、以上フォーク育英の気になる木でした。はい、それではここでミニギャンからのミニな情報です。ミニギャンのブログは動画の下にある URL からアクセスしてね。ミニギャンのツイッターは mini_gan 数字の3、ミニギャン3です。ぜひぜひフォローしてくださいね。そして私たちは亀戸の様々なお店やスポットをご紹介する番組を配信しています。タイトルは亀戸おすすめスポットです。 YouTube で亀戸おすすめスポットと検索してみてくださいね。はい、さてそろそろお別れの時間です。松田一家では皆さんからのお便りを大募集しています。ふつおた、質問、励ましのメッセージ、みな、りか、いくえの各コーナー、りかが幸せレシピでは、りかに紹介したいハッピーなこと、いくえの気になる木では、ミニギャンで答えを出してほしい疑問、みなの耳をすましてでは、耳をすませてほしいものを募集しています。すべての宛先は matsuda-ikka@atosuta.com、 松田ハイフン一家アットマークアトスタ .com、 各ホームページのメールフォームも活用してください。お便りたくさん待ってまーす。ところで今回のオリンピック、うん、2人はどんなところが印象に残りましたか？あ、はい、うん、私はあのレスリングの吉田沙織選手ね、うん、 はい、あの方だって、あの銀取ったから、なんか金を取れなくてごめんなさいって謝ってて、うん、まあ、そんな謝らなくていいです、うん、すごかったよね。本当に感動しました。ぜひ次回の東京オリンピックに期待ですね、うん、頑張ってほしい。そうだね、応援してます。応援してます。みなちゃんは？みなはですね、参加競技 の、 あのたくさんいる国とそうじゃない国があるんだけど、一、うん、人で出場している
国の人もいたんですよ。だからそういう人をぜひもっともっと応援したいなって思いました。国の代表で一人きりで戦うんで、すごいよね、すごいな、強いよね。頑張ってください。 来年じゃないね、次回も、ね、4年後に頑張ってください。くーちゃんは？私はですね、やっぱりボルト選手ですね。ボルトさんすごいんですよ、 100m 金3連覇 200m 金3連覇 400m リレー金3連覇すごいすごいな伝説ですね。素晴らしいですね。ということで右側もね、もう一緒に頑張って、うん、行きましょう。ね、2020目指して。2020、そうだ、2020ですね、ですね、はい、うん、頑張っていきましょう、はい、皆さんもことも応援してますよ、はいはい、ではそれではまた金曜日、ミニミニギャングのミナとリカとイクエでした。バイバーイ。